HC24S ピノ、まあ、アルトと一緒ですね。 24S、うん、アルトと同じです。今回ねエンジンオイルとねオイルエレメント交換していきます。オイルね入れるところでゲージです。これねよく割れるのでね注意です。入れる方向はねこうです。今回ね前上げじゃなくてね全体上げます。でねまずねエレメントレンチね63で、ドレンボルトね17、まずねオイル抜きます。でエレメントね外していきます。でパッキンね新品にね交換します。パッキンにね軽くねオイル塗ってます。これでね30分ぐらい抜いていきます。無料のねウォッシュ液入れます。薄めてます。でこれねちょっとブーツとか行くんでねちょっと前のタイヤね今のうちにねちょっと外しておきます。エアはね、入れときます。動画は2本だけにしときます。で30分ぐらい経ったのでねまずねエレメントからつけていきます。よし、でさっきね外すときねめちゃくちゃ緩かったのでね多分前回ね14、5ニュートンぐらいで締めてると思うので、ね、18で締めます。よっしゃ、で締まってるかね確認しておきます。前のねパッキンついてないか確認してもらってね、でパッキンついてるかも確認してねドレン閉めていきます。
ここは前回ね35で締めてね、全然ね緩くなかったので、同じようにね35で締めます。締まってるかね確認します。これでね、下ろしてオイル入れていきます。前回ね 2.8 入れたのでね、今回も 2.8 入れます。マックスよりちょい下ですね。とりあえずこれでねエンジンかけます。これ30分ぐらいねエンジンかけます。他のね作業してる間にね30分経ちました。オイル漏れね見ていきます。OK です。で下ろしてねちょっと5分ぐらい経ってからねオイルの量ね確認します。3分以上はね経ちました。でここねちょっと見にくいです。やっぱりちょい下ですね。3リッターぐらい入るのかな。こっち向きに入れないとね、こっちがね、当たってね、抜くときにね、割れたりします。ちょっとね、オイルの調整したところからいきます。3リッターね、入りました。3リッターでね、ほんまね、ジャストです。まあ、抜いたね時間量ですね、量でね、まあ、調整してもらったらいいかなと思います。だから 2.8 から3リッターぐらいの間だと思います。まあ、エンジンオイルとねオイルエレメント変えてきました。でエレメントはねスズキを入れました。他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。